はい、小笠原記念館に来ています。ここはね、何度か来てますけど、あの有名な近松門左衛門のお墓があるところですね。あと私が持っている小笠原家の、関係でもありますね。頼朝禅、このセット欲しいな。小笠原定宗公、戦国武将ですね。鎌倉時代ですね。小笠原忠真の短歌もありますよ。さすがに歌を詠む小笠原流が映えますね。ここはあの小笠原家のですね、全ての代にいたわけじゃないですけども、1822年に初めてこちらに入った小笠原公が、それから数代この地を治めるわけですけどね。小笠原家の子孫、または家臣の子孫の方とか、こちらは小笠原長成公の、これは銅像ですね、たくさんいらっしゃるんでね、そういう方たちは小笠原家と唐津の偉人たちと、まあ、こちらにね銅ですよ、辰の金を、曽根辰蔵、高橋惟喬、高橋惟喬ですよ、林喜六、大島小太郎、掛下十二郎、私も全ての人を知ってるわけじゃないですけど、高橋惟喬ぐらいは分かりますよ。すごいですね。みんな写真ですね。幕末から明治、昭和、大正、昭和ですかね、奥村さん、伊代子さん、さっきね街中にも大きな銅像がありましたけど、実はここにも小さいんですけど銅像があります。写真残ってるんですね。こんな方、西川俊と天野為之、天野為之ですよ。天野家といえばこちらもね銅像がありますね。こんなに立派な方たちがいっぱいいます。これ無料で見れてます。